いい朝やな。声がなんかガスガスやん。ガスガスですよ。昨日の飲み屋で喋りすぎたんやろ。酒がね、若干残っとる。残ってんな。ねえ、だいぶ飲みました。だいぶ飲んだな。で、まあ、昨日の晩飯のレシートを見かしもらったんですけど、あ、ほかっていうぐらい飲んでたし、養豚場の豚かよっていうぐらいむさぼり食ってましたよう気づいてくれた。めっちゃおもろいやんこれ。何めっちゃよう気づいてくれた。キャリーバッグを、うん、キャリーバッグ置き去りにするところやった。俺もう喉もだいぶですから。だいぶいってんな、うん、ガッサガサ。そうですよ、あんな一日中喋ってんねやから。まあな、10時間俺らも膝に来てもらう。膝と腰に来てるわ。でも腰は痛い。でも昨日僕さすがにお風呂溜めて入りましたもん。入ったな。だいぶロートルな、あのレスラーみたいな声やられて大日本プロレスあたりにそうそうそう移籍してそうなぐらい、あのスタート新日やったのに。グレート小島みたいな。ちょっと大丈夫やなっててね、昨日の夜酒飲んでたら、あのピーさん一個提案あるんですわっつって、ね、何やって言ったら、ちょっといろいろ掛け合って言ってほしいんですけど、これから抽選受けへんようにしてくれません。いやもうほんまにあの抽選とかいいじゃないですかっていうのって俺もう大御所以外から聞いたことないわ。あのね、そんな言い方してないですから。じゃあもうほんま信じる人ほんまにおさんおるからね。じゃあどうやったら極限感出せんのやろなって。いやだから我々は最善の努力当たり前のように抽選まで普通に行くけども、時にはもう満身創痍で起きれへん可能性とかもあるかも。不測の事態が起きるかもしれへんから、そういうこともカバーしときませんかっていう話。なるほどね。あなたはそういう感じですね、うん、俺はもう張ってでも行くじゃあやから張ってでも行くよ。張ってでも行くねんね。張ってでも行くけど間に合えへんとかあるわけですよ。そのもうええやん、もう演出で。じゃあ演出で、じゃあもうほら前日の晩にね、演出とかやめろお前。 D さんの膝壊しといたね。ほなもうドキュメンタリーやねんか。演出とか言うなよう言うたら。あ、まあ、頑張りましょうよ。でも頑張りましょう。まずは若い番号やん。ネゴヒミいけるやん。いや、いけないですよ。もう前7人ネゴヒミ確定やから極限サバイバー100万円でやってるわい。昨日1回のまんまや。まあ、370ゲームやめコロナやな。370万台やな、うん、一応データ確認して486でしょ昨日総回転、うん、で履歴は116やから、まあ370ぐらいですね。強気やったら1100ぐらいですね。まあ変わらんわ、うん、ね。よし、じゃあ天下風部行きましょうか。なんでやねん。おはよう入れろ。なんでやねん。なんでやねん。お前天下、俺は俺のプランがあんねん。いやいや天下風部からの笑うセールスマンやろ。昨日のさあ100回転ビクともせずに100回転。まあまあそりゃそうですよ。まだまだ。まあそりゃそうや、うん、そりゃそうや。もう1000回転付近ぐらいで喋ろう。ただもしリップさんで G ストップ1回でも入ろうもんならもう6にしよう。いや違う違う違う。じゃあもうそんなんあかんて。あかんあかん。思考がアホすぎるから。今もう5000使ったん。そう、はい、いや、やばすぎでしょ。ビビるぐらい早いんですよ金が。すげえな。これ5の5000天下風部やったら2時間ぐらい遊べんで。遊べへんわ。2時間遊べへんわ天下風部でも。400ゲームですね。あっちゅう間の400ゲームもう履歴が大変なことになってるもんな。いや全然修羅場やばいよ。摩天楼もう高層ビル群ツインビルだってもんな。500ゲームリセットなら仮天井に期待。いやかかってへんから、分かれへんやんこんな。いやかかってへんて。仮天井に期待やで。かかってへんわ。絶対かかってへんわそんな。
588中段キナーナーでリップさん2回目ですね今回。さあ4発目、うまいこといかんなそら。リプさん3発目、じゃあ2発目今。おっリプさんでいったいや6ちゃうから。え6ちゃう、でも設定ちゃったら 5% とか違ったっけ、うん、ねえ、なんか6でも 20% とかそうなっちゃいましたねえ。まあええわ、とりあえず593総投資が、え僕これ3枚目入れる言ってましたっけ、言ってた。2万5000円で、G ストップ行きましょうか。行こう行こう、行ったね。よし、こいつ鏡、うわ3当たってもうた。おいなんで言われても3やねん。ちゃうてちゃうて、それ攻めやんでええやないか。よりにもよって、いやなんで攻めんねえな。もうちょっとで天井あたる、別にもうちょっとでもないしじゃあごめん、まあ、まあええんか、ごめん、俺もこれには驚きの結果やちょっと待ってよ、こんな簡単に3ソロワン思わへんがな。594ゲーム3、もうちょっとドラマチックな展開あってもええやろ。これはててこれはちょっと、まあ、ごめん言いますわ、すまんかった、正直すまんかった、ほんますまんかった。ケンスケ出すのやめろ。いやこれはほんますまんかった、うわーしょっぱいな、しょっぱ。いやだからもう合わんのっすよ僕とこいつはね。まあでも設定6やから。いや6ちゃうから、リプさんで。いや6ちゃうから、たまたまやって、たまたま、いや分かれへん分かれへん、そんなたまたまやって、こんなもんほんま。まあ、なんとか順蔵通り行ってくれましたね駆け抜け298枚でした。いやそらそらないって、そらない。はい1ゲーム目斜めきだな、まあ、リップさんで G ストップ入ったからなちゃ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 、あんな無理やから、じゃそこ強要はちゃうで。いや強要はせへんなあ、ただ教科書的に考えていったら、いやちゃちゃありえへんからね。もう悪いけどやから、もうそれもう言われてもしゃあないわ、あのその火女とか、あのやめんなとかね、その視聴者の人、ね、待って待って、コメント先回りして、うん、いや言うよ、やめろ、いやまだ何も書かれてへんねんから、うん、じゃあもうでも絶対あるんですよ、もう絶対。極限サバイバー100万円でやってこい。このまま追っかけて、でまたほんまにクソ天井まで連れて行かれて、ほんまもんの、したらもう多分投資6、7万まで行くわけですよ、でしょ、まあ、そしたらもうゴッドしかないやんってなって、でそれでまた追っかけて10万負け行きますよ、うん、そうこれ勝たんとあかんから、うん、今ここでパッと引いても、うん、だいたい基本的に5セットで終わるわけですよ、うん、いや分かんないよ、そこから伸びる、あやからその伸びるかもしれへんって、うん、でもそれはもう他の台でも、うん、一緒のことじゃないですか。いやでももう6号機の設定位置とかでもう売ってられへんで。いや売ってられへんの分かりますよ、ね、物備品し出玉も、うん、金は絶対持って帰らんとあかんねんて。そう後悔しないですか。しないですね。あと40年後ぐらいに最後死ぬ前にね、はいはい、今日のこと思い出した時に、あやっぱりあの時凱旋売っとけばよかったってならないですかあのピザ、極限サバイバー100万円でやってこい。言うてた通り、先これから行く、先これから行きましょう、先これね。昨日1、2パーまで回してましたね、うん、まあバツンって出るのはあっちかもしれへんけど、手持ちが作れるのは俺こっちやと思ってるから、可能性的に。大丈夫、後悔せえへん、せえへんっす、せえへん、うん、よし分かった。どうせ金なくなんやったら俺の金や、うん、好きな台で失いたいわ。お前昨日嫌いやって言ったやないか。何が先これ、大好きや偉人たちをこんな風にいじってとかって言い出すんだやん昨日。腹立ってたんか昨日は。そう、おかしなっとったんや、そんなもん。好きなんか。大好きやわ、愛してます。分かった、先これを愛してます。リングスとか留吉知ってんの。
リングスは見てました。見てた、はい。じゃあでも田村が参戦した頃は見てないんだな。田村参戦の頃はもう見てなかったですね。田村の参戦は見てないです。赤文字、ジャックチェリーから行きましたね。ジャックチェリーから、鬼ヶ島進めたいですね。うまい、うまい、めっちゃうまい、これめっちゃうまい、めっちゃうまい。大ブラックになった ね、529まで。めっちゃ頑張れた。リングスで田村とグレイシーが、うん、戦うときに UWF のテーマが流れてね。そこを見れてないんですよ僕。あの入場は伝説ですよね。天祖グレイシーとあの UWF のテーマがね、テーマ曲で YouTube で探したら出てきますから ね。いや結構 YouTube で探したらね、僕そのプロレスの入場とかも好きで、うん、その三沢対長野の入場の時の三沢がしびれるぐらいかっこいいんですよ。ああいいですね、三沢はかっこよかったですもん。入場の時ほんまにかっこいい。でちなみに俺が一番好きな入場は橋本やったんですよ。ああなるほどね、うん、俺はあのトライアンフ時代の武藤ですね、オレンジパンツの、はい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 、オレンジパンツの頃の武藤の入場が一番かっこよくて好きです。チャン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 チャチャン、あーそう、強チェリーです。武藤の話したら強チェリー弾けた。さすがですよ。なんか昨日からプロレスの話題をするとしたらやっぱ流れが変わる。最悪や、強チェリーで、鬼ヶ島いかへん。50% でいくのかな、多分 50% ぐらいのはずです。チャンス目、全設定共通やったと思いますけどね。4枚目早いな、まだ午前中でお昼もまだ食べてないですよ。いやほんまにやられる時はこんなもんですよ。あと300ぐらいかな、天井行ったとしても。でジャックチェリーからもしあの入る分に関しては設定差あり。ジャックチェリーで入りました。偶数奇数で2倍差ってことですよね。スイカからは行くんでしたっけ。スイカからも行きます。めっちゃ薄いけどね、設定123までは 0.7。 あーなるほど。で4、5ろで 1.5、1.5 で6などと 2.5。 なるほど。チャンス目は、ジャックチャンス目、設定6やったら 25%、 設定1やったら 18%、 ジャックチャンス目ね、はい、で今日になってくると設定1でも 30%、 設定6で 33% で今今日チャンス目引きました、うん、30% でいきます。まあその設定差はそこまでないですね、強チャンス目に関しては、うん、で確か強チャンス目と強チェリーに関しては直撃もあるんですよね、うん、鬼ヶ島行きそうですけどね。これは行きますね、おそらく。行きましたね。うわー今回打ってかかって下手。よーしゃ、OK、638これ、総投資が31本で、当たりですね。多分やから128足して、776かな、うん、776これとか、まあそんなもん、まあええわ、とりあえず当たりです。これちょっと伸ばしたいですね。昨日全部単発やったんですもん ね。2回とも頼むで。青か、スイカ、あーチャンス目や、強チャンス 目。ただノンノも 50% とかやった気します。強チャンス目って乗ってお願いから。よしよし、熱いのでは。
頼む、なんか動きあって早い、乗って、よし、三重でかい、三重でかい、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 ただロボニャンドライブ行ってほしかった。今日、今日ザク、おー、しゃうまい、うわー、でかいな、でかい、オッケーオッケー、いいよいいよいいよ、今ジャックチェリーで30、ジャックチェリー30は嬉しいですね、あーオッケーオッケーオッケー、積み重ねろ積み重ねろ、頼むソロテン、色変わる、変わらへんか、だあ、青はさすがに弱いわ、あらそう、おお、あこれ雷上がりっすね、うん、初回が突破率 1% なんですけど、これ超えたらもう確定なんですよ、そうやな、最後まで、最後までいくやつ、うわーってなるともう途中あと 3,4 ゲームの間に強弱引いて書き換えるぐらいしか多分、頼む、そりゃ 1% は無理やわ、ね、はい、キラキラもなしですね、あ、ただなんか引いた、強いな、来い、頼むわ、スイカか、スイカじゃあかんわ、よし、97まで進めました、極限サバイバー100万円でやってこい、あのラーメン食うときたいな、いや食いましょう、ただね、定食もめちゃくちゃうまそうやったし、あ、そっちで悩んでるわけね、そう、お店で悩んでるわけじゃないんか、いや店で悩むわけないで他にどこに選択肢がある、3日連続行かれへんよ、いやでも恥ずかしいやん、あなたにそんな繊細なあれがあるわけないでしょ、ないね、でしょ、もうなんやったら俺いつものって言いたいもん、今日も来ました、まあ多分最後のですね、昼ご飯なのかもしれない、しみじみ耳上げんなよ、すごいわ、今日パンパンですね、今日パンパンなんで ね、今日テラス席で、いいよね、でも俺こんな雰囲気好きや、ここまでなんやったら俺夜も飲みたいもん、ここで来ましたよ、うわ赤いラーメン、唐揚げ、ご飯、すごいね、なにこれ、めっちゃうまいやろ、めちゃくちゃうまいじゃないですか、お待たせしました、すみません、箸持って待っとった、待ちきれない、美味しそう、うわ、うまそう、まあ、正解でしかない、こっちにしてよかったわ、今日はちょっと一口じゃあいただきますわ、ね、いただきます、香ばしくて、醤油が焦げた感じの、むちゃくちゃうまい、だってしょう、なんか普通のその豚の醤油焼きってこう薄いロースとか使ってやると思うんですけど、うん、なんか豚バラをね、使って、これ俺の知ってる醤油焼きじゃない、でもあり、全然あり、いや食べてみます、いただきます、どの辺が美味しい、この辺が美味しいですか、うんうん、じゃあ、いただきます、はい、なんか生姜焼きかって言われたらまたなんか違うジャンルじゃないですか、ただアホほどうまいな、米死ぬほど進んでまうやつですわ、うん、これやばいわ、もうほんまにデブ製造機ですわ、デブ製造機やな、うん、まあでもガッツコガッツコ、いやほんまにうまい、スープうまっ、うまいやろ、うん、うどんの出汁っぽくて、味噌汁じゃないんだよな、うん、今味噌汁やうまい、だからびっくりした、うまみめっちゃあるやろ、めちゃくちゃうまい、
甘いラーメンの中の韓国料理、うん、スープみたいですね。まあ言ってたらそうですよ。1830円でしたね。ね、もう3日間ずっと同じ。いやーもうほんまになんか、うん、僕はまた次来ると、うん、ことがあると、うん、思っておりますので、うん、さよならは言わない。さよならは言わなかったです。さよならは言わない、うん、だからまた明日も来ると思ってますね。もう完全顔を覚えてもらって、ね、覚えてもらってましたね。で、ネギ抜くかっていう、あの、すでに、うん、定食はご飯大盛りでよかったねっていう、見えてるわネギ入れんのかどうかってちょっと確認しに来た。確認しに来たね。ほんまね、こういうロケ、うん、してるとやっぱり人との出会い、そうね、もうそれがもうプライスレスですわ。ちゃんと顔を覚えてくれて、ちゃんと話しかけてきてくれて、そう、お前、とびきちみんなあかんよ。もうあの来てくれた人に塩対応してる場合じゃないですよ。全然普通やから。ほんまに、ね、全然普通ですからマジで。ツンとね、ツンとなんかしてないですし、ほんまに、ね、いやもうほんまに何がしたいんですか、これこっから先はもう僕グローに電話しますから、ね、ほんまに会社対応で、あいつおかしいですよっつって。なんかね、でもちょっとふと思うんですよ、このまんま、うん、もうずっと騙し騙し行って、こう気付いた時にはもうグルメ番組にし、極限サバイバーグルメ編みたいな感じでやってったらええんちゃうかなって。なんかもうそのうち、まあ6号機ばっかりになることもあって、スロットも見どころもなくなるわけですから、ね、なってったらええんちゃうかなって。100万円が尽きるまで、うん、もうただご飯食うだけの番組でいいんちゃうかなって、全国つつうらうら。そしたら我々もね、行けへん都道府県とか関係ないじゃないですか。山ほどやってる芸能人おるから俺らがやることじゃない。極限サバイバー100万円でやってるわい。たらふく飯も食うて、うん、ねえ、で今僕うんこしてきたんですけども、うん、ラッキーうんこでした。今日やれますよ。どういうこと、ラッキーうんこって。ケツ拭いて、うん、ケツにうんこがついてなかったあら、ラッキーうんこや。あれラッキーうんこ一本ぐそ。そう、まあでもやれるよ今日は。でも運を出してしまったみたいなところがあるんで、ね、そういうことはないですよ。わけわからん妄言言わんといてください。運を出して流してもうたっていうね。わけわからん妄言は言わんことですね。どうでしたか。凱旋はもうみんな1回ずつ当たって、うん、浅いところでやめてる。凱旋は番長3が結構、はい、あの当たりついてるとちらほらおるって感じかな。ああ、なるほどね。番長3がちょっと良さげな感じ。出玉が飲まれますね。え、また当たってる。うまや。6や。え、そんなことあります。あ、僕はと言いますと出玉がなくなりました。よし、 P さん、ちょっとあの天下不分の動向、うん、あのしっかり見といていただいていいですか。了解。総投資3万7000円で世界制覇ラッシュ当たりました。行こう、頑張ろう、頼むぞ。黄色、これ昨日と同じちゃうかな。ねえ、ねえ、もうバグってんちゃうけど、はあ、我が国の選手は敗者。駆け抜け、おっ、チャンスアップですね、相手。強制とか引かしてや、ここで。あっと、強制。ちょっと頼ま、頼ま。もともと突破してたら、あのぐにゃぐにゃ動く無限切りのチャンス、あかんかったとしても、書き換えのチャンス。チャンスアップがない。さあ、向かい切った。やっさ、やっさ、やっ
た筋肉がうなっ待ってマイク切れた。どっち？どっちや？来た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 。来た。いいところで声切れるね。いつもとめきちって。呪いですね。ね。まあいいですよそんなことは。そんなこといいんかいいところで。どうでもいいそんなことは。よし、小樽ラーメンのおかみさん2人が持ってきてくれた我々2人に。いやいや、小樽ラーメンなんか関係あれへんから。プレゼントしてくれた無限切れですからね。よし死ぬほど乗せろ死ぬほど乗れよっしゃなんか下消えた死ぬほど乗れ死ぬほど乗れなんでやクソったらがクソったれが110かよしょっぱいこれ平均でどれぐらいなんですか180ぐらいちゃいます180かまあ多分継続率あるんで、うんうんうん、まあまた引けたってことはまた引けます、うん、ええー、よええー、よゲームあるからよかったよかった、ね、143ゲームあったら何か引け俺頭の血管切れていいからいっぱいだろこの野郎頼むわよーしいい銃でもいい銃でもいいそうやって乗ることが大事です事故れ事故れ事故れあーチャンス目今日チャンス目今日チャンス目来ました乗って今回こそ乗ってや乗ってや早いわあかんなあ乗ってくれんとこもあるて揃えよし、オーケー、いいよ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 、はい、これは、継続確定、ちょっとまたなんか引けんかね、チャンス目か、強チェリー。はい、で3セット目いきますだいぶチャンスアップよほらここ女の子3人いるのだいぶチャンスアップいけたいけたいけたナイスいいですね4セット目いきますさあ継続率 80% 以上のアメリカ頑張れよろしそう頑張れよし女の子の方オーケーオーケー多分ほぼほぼやと思います女の子でよし強いの頼むストロング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 チェリーペーさん祈れストロングストロングストロングガーガッテンガッテンほんまよしあぶねーオーケ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 ー次5連目いやマジガッテンやったけどよかったっすね、うん、しかも888枚っすよ今いいですね超末広がりねえやっぱやっぱやっぱ戦国やったよ戦これ戦これもう何でもいいとにかく弾出てくれ
玉出てくれ玉。男の方や。うわマジか。終わった。80% のとこで負けんなよ。最悪や最悪や。当て玉は出たからとりあえず1000枚ぐらいは。あやめましょう。ちょっと他の台見に行きます。試合だけ動いてるけど、一台だけ動いてるけどな、うん。猫姫だけは盛り上がってますね。いやもうそういうことですよ結局。Tさん俺これどないしたらええの、助けてよ。ちょマジで天下富舞一回行って見てみるってのも手やけどな。いや異常に当たりは早かった。なんか昨日とは違った。正直一番マシだと思う。当たって反応を確認できたんでパパパンと短いスパンで、で覚醒にも入れてはったんは見れたんでですね。あと8ゲームでそっから前兆らしいです。はい天井踏みました。ちょ全長長すぎ。立派な。やばすぎやろ。ちょ待って32超えたよ。やばすぎるやろ。はい当たり。すごいね。全長35ゲームくらいありましたよ。ねえやばすぎ。はい天井です。44,000。昇格してほしいですね。早い。おお赤や。赤や。赤。はい天下ボーナスの赤。これ赤は何がちゃうの。覚醒の期待度が 50% だよな。そういうことです。まあだから番長の青七みたいなもんですよ、ね。まあ信長でいきましょうか。昨日も信長でやってたしね。そうね。680までいった。これは素直に 68% と思っていいかな。っていう風に思っていいんじゃないですか。780。絶対行くやんこんなん。ちょっと行ってもらうと困りますよね。っていうか1000にしときたいですね。 82% やん。行くやん絶対こんなん。いや行きたいですねちょっとマジで。まあ、気抜いてあかん。いやちょっと行ってもらうと困るで。あ 84%。頼むで。うわ。いやもう分からんもう。復活とかない？もうね、じゃあもうほんまにどないしたらいいかわからん。今をときめくねえ、しゃかりきたかり大気丼に、あ、出たちょ、見てください、パチンコ屋からっすね。
大輝と、おい大輝とちょっと外出てくれ。ちょっと相談があんねやけど、どうしたらいい？お前やったらこういう状況どうする？うん、めっちゃ笑われてるんですけど、こいつなんやねん、腹立つな、お前。腹立つな、このテフ、ほんま。せやけどさ、6号機停設定さ、仮に今から打ったとしてもさ、どうもできひんやん。いや、そうやで。うん、やったらもう、潔く外線打ってる方がワンチャンあるんじゃん。お前、でもそんなことしたら、お前、また俺、こっから7万円使うんけ。希望としては、そっちの方があるんじゃないって話。え、お前なんで買えるって言わへんねん。俺が一番欲しいのはそこや。お前、お前アドバイザーの口からな、買えるべきやって言うてくれたらもう綺麗さっぱり収まんねん。そこはまあ理解はできる。まだ打つんであればもう凱旋にかけるしかない。だから P さんも言ってたことやね。とりあえず今持ち玉150枚ぐらいと6000円残ってるやつ、とりあえずこれ打って様子見ますわね。え、そこでまた使い切ったら一旦考えます。それまでの間に何か弾けるかもしれんよ。そう、とにかくね、一打一打にもう命かけるわマジで、ほんまに朝からそうせ。マジでもうこんなことはあったらあかんねん、こんなこと。マジでただこんなことできるのも今日で最後やからまあね、もうこんなことできへんからな。じゃあもうほんまこんな死んでまうてなあ。いやこれ P さん、俺マジでこんな実践続くんやったら俺お失踪すんで亡くなりました。全部何もかも亡くなりました。今5万、あと1万だけ入れますわ。あと1万だけ。ただこいつに1万入れてもうたら、あれやし、もう隣のこれ、こいつ、あ、ね、あの橋じゃないの。あ、もう、あ、もういいっす、いいっす。何その、こいつに1万入れてもうたら引き返されへんところだと思って、そうそうそう、そこが嫌ってやつ。そう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 ちょっと待ってや。なんすか、それって正しいか、その大移動の方法は。いやだってそうや、もう天井行かんとあかんようになりますよ。いやだからあと1万円って決めたらもう行かへんかったらやめたらええんちゃうのじゃあでも1万使い切った頃は500なんぼでしょ。いやけどそこでももうじゃあって割り切ってやめたらいいやん。そうやな、そういう話じゃないやろ次の人にあげたらいいんちゃう、明日の人に。そうですね、そうしましょう。いやでもそれは納得して決めて、ごめん俺がちょっと余計なこと口挟んだりこっちの方がいいのかもしれんけど。いや、どうします？いいです、いいです、これ打ちますよ。おお、リプさん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 、ちょっと頼むわ、ほんまに。ちょっと待って、寿命5年ぐらい縮んで、ちょっとリプレイ出させてくれへんかな命5年と1回、ちょっとお前悪魔と契約するの。そうそう、5年ぐらいやったらやるわ、ほんまにくれてあるわな、やめとけ、そんな大変なもんなあ。リプレイ引かんかて、ほんまリプレイ、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 クソったがリプレイ、叩けへん、叩けへん。わかるよ、叩けへん、わかるよ、命5年かけてるもんな、叩けへんわ、寿命な、寿命5年かけてるからな、これ叩けへんわ。俺5万4000円突っ込んだ後のリプさんの次の位置だ、叩かれへんわこんなもん。え、無理やて、こんなんほんまに。頼むわ、リプレイ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 。いや分からへんで、あるんすよね、うん、あるある。何やねんほんま。リプさんであるかもしれんじゃん。ないっすよ。いや、あったやん、さっき 5% でしょ。いや、あの、ロックやったら30や。もう、煽りもしおらへんじ
何ができました今日朝から順を追っていって。いや6万ぞ俺今な、天井行ってもうたら11万円。で昨日の宿代飯代とかこのおっさんの養っとんねん俺3日間今。なんか寝るものがあった。え、ヒーさんとの絆ですよね。あのほんまに仲良くなったから今日もホテル泊まらなあかんねんけど、今ツインにしようかって話してそうそうそう、あの今までシングルツインだけど、ツインの可能性は今まではシングルで別々に撮ってたけど、うん、金銭的なとかじゃなくて、うん、何や言うたらあと2回ぐらいやったらもうダブルでもいい、ダブルで、でもええかなぐらいの絆は深まった、深まったかなって。あ、まあ、ちょっとね、まあ、いろいろ話し合いまして、まあうん、このテンポでずっと極限サバイバーするわけでもないので、まあ、周りの状況を鑑みても打てる台がもう、まあ、ほんまにないので、うん、やめます、ギブです。なんか沈むな、気が。いや、切り替えていきましょう。俺の担当会が今日で終わりやから、責任も痛感しつつ、はい、話してあげたかったなと。いや、そんなことは思わんでいいですよ、それは。ごめん、もう2秒だけ思ったな。思わん方がマシやわ。いや、そういう風には思わんといてください、はい、まあ、一緒にな、喜びを分かち合いつつの3日間で。いや、そうですよ、嬉しい部分はありましたよ。例えば昨日のエクストラ入った瞬間、はいはいはい、嬉しかったね。めちゃくちゃ嬉しかったし、今日もね、無限切り、無限切りね、ちょっとほんまに僕も申し訳ない、僕も申し訳なかったです。あの P さんのね、その、なんですか、満足のいくもんには多分ならへんとは思うんですよ。しょうがないですよ。僕もね、こういうほんまになんか、なんていうんですかね、朝から夜まで打って絶対勝つぞっていうような番組ってやってないじゃないですか、はい、いい勉強になりましたわ、ほんまに。黒バラ軍団の彼らとは違って、やっぱり勝つ負けるはね、もう僕の力ではもう分からんす。分からへんね。うん、だから結局これはやっぱりなんか、その飛び地は負けてもいいとは思ってるんですよ。だから僕はその視聴者がどういうふうにこれを見てるか分かんないですけど、はい、もうまあプロレスを見るように見てほしいんですよね、はい、ああ、プロレスって敗者いないでしょ。まあ確かにそうですね。いや、勝ち負けはありますよ、はい、でも結局負けた人間がじゃあ、負けたんかっていうとそうでもないじゃないですか。まあそうですね、勝ち負け 敗北者ではないです。敗北者ではないんですよ、プロレス。だからプロレスを見てほしいみたいな感じで見てほしいんですよ。なるほど。負けた中にどんだけのドラマがあったんやと、勝利至上主義、勝つだけが偉いんじゃないと、負けにも美学があると、そこにいてもらいたいんですよね。でっていう意味での今日の負けの美学は、まあまあヤングライオン、はい、伝わった人何人いるんでしょうね。ヤングライオン的な感動はあったって。お前のおかげでほんまに10万負けにならんかったわ。助かった、お前のおかげやで、ほんまに6ですんだ、お前のおかげやから。滝の的に見てて、初日があと残り27回で、はい、100万円を死守してると思う、はい、いやー、厳しいですかね。100万死守はちょっと厳しくないですか。出費、はい、これですって。お前何そういうこと言うねん。急に押しかけてきて、お前勝手に人の金でお前こんだけ飯食う、バタ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 、お前どういうことだ、これ。ちょ、Pさん、これ怒った方がいいっすよ。じゃあこれのためにも頑張らな。ただ、大輝殿、今こんなこと言うてねえけど、今金あるからやと思う。なくなってきたら、すぐやめる。実践でけへんまである。こうやって日常に戻っていくの。どうっすよ、もう新大阪ですわ、ね。次は俺がやるのは12月かな。ああ、もう言うてもすぐですよ、ね、なんで、とりあえず、はい、来月頑張ってくださいね。頑張ります。オッケー、残っておきよ。オッケー、残っておきよ。オッケー。極限サバイバー、100万円でやってるわい。